Hi everybody, this is Masami. It's been a while to talk to you. 皆さん久しぶりですね。昨日のブログに書いたんですけれども、必然とか直感的な生き方っていう風にして、やっぱりね、直感的な生き方をしてるとものすごく便利なことがいっぱいあるかと思います。多くの人が直感的な生き方って苦手であったり、考えることが習慣になってたりとかしていると、なかなかその直感的な生き方ができないみたいですけれども、でもやっぱり少しずつでもいいから直感的に生きることのその素晴らしさっていうのを実感していくと、みんないいんじゃないかなと思います。で、昨日のブログに書いたように、すごくゆっくりと流れるその人その人の出来事をきちんと受け取って、あ、こういうことなんだなって、で受け取っていくことによって、いろんな道が開かれていって、いろんなものがまたどん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 広がっていくんですよね。可能性を広がっていくって、こういうことなんじゃないかなと思います。直感を大切にしながら可能性を広げていって、そうすることによって、どん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 直感も強くなり、自分で実感する人生を歩めるっていうようなものになるんじゃないかなと思うんですよね。 Hi buddy, you're always living with intuition too, right baby? ね、そう、こんな風に直感的に生きてて歩んでる子たちだって、やっぱりこれでよかったと思うことがいっぱいあると思うんですよね。自然の中からやっぱり一つ一つ学びながら、私たち自身もきちんとね、直感的な生き方をできるように、ぜひ皆さんもしていただけたらなと思います。まあ、もうちょっと詳しいところなどはぜひ昨日のブログを読んでいただきたいなと思います。ここのビデオの下にですね、コメント欄に載せておきたいと思いますので、It's a beautiful place. そうすることによって、直感的にね、選んで、いろんな人といつも出会っていって、全く本当に知らない人、自分が今まで出会ったことのない人たちとのね、可能性っていうのがいつもいつも本当に広がっていて、ありがたいなと思います。世界が広いっていうこと、世の中ではたくさんの人がいるっていうこと、同じような周波数の人を広げたり出会いたいと思ったら、やっぱり今お話しているような直感的な言い方ってとっても大切じゃないかなっていうふうに思いますよ。狭い世界で直感を使おうと思うんじゃなくて、どん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 直感を使って世界を広げるということをやってみてください。 Thank you guys, I love you guys and promise me love your life. そう、いつもあなたたちのですね、どん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 人生をもっと好きになることを約束してくださいね。This is my coffee spot. I'm gonna tell you. It's a heart with a heart, love and a hug to you. Bye.